探しの旅しても苦しい時は神頼み、いつかは絶対直したい。ぶつかると先に謝る癖、越えろ不条理、越えろ体調、超絶戦士サプライザー。超絶戦士サプライザーは改造人間である。彼を改造したゲドウ日本支部は世界制覇を企む悪の秘密結社である。超絶戦士サプライザーは人間の自由のためにゲドウ日本支部と戦うのだ。はい、もしもし。おお、高校時代の友人の隼人か。何してんだ。何、街を歩いてたらゲドウに誘拐されて今監禁されてるって。え、お前今どこなんだよ。あ、渋谷のタワーレコードの向かいのビルの一室。なんでそんな具体的に分かるんだよ。あ、タワーレコードが見える。おお、じゃあ合ってるな。で、お前無事なのか。え、無事だからこうして電話かけてる。結構だ。よし、今からすぐに助けに行ってやるからな。待ってろよ。転校初日から遅刻なんてみっともないったらありゃしない。ああ、私ってほんとドジなんだから。おれゲド、よりによって俺の大切な友人を人質に取るとはまさにゲド。ああ、これじゃあ初日からドジっ子キャラだって思われちゃうよ。まさにゲド、今度ばかりは絶対に許さない。ハヤト、待ってろよ。今助けに行くからな。もう少しの辛抱だ。アキナ、いや、超絶戦士サプライザー2号、ここで会ったが100年目、貴様の命をいただく。おのれゲド、相変わらず人の道を外れてやがる。まさにゲド、叩きのめしてやる。シン、サプライザー2号。待てよ、まだサプライザー1号が登場してないのに先に2号が登場しちゃうのってまずくないか。誰もまだ1号のデザイン見てないだろう。こういうのは1号のデザインがあっての2号なんじゃないのか。そもそも2号が先に出ちゃったら1号気悪くしないか。悩むな。いや、よく考えたらお前ごときに変身する必要なんかないわ。このまま叩きのめしてやる。クソ、サプライザーにも覚えてやがれ。ふん、口ほどにもないやつね。
ああ、ハヤト思ったより元気そうでよかったよな。あれ、アキナじゃないか。こんなとこで何してんだ。たけしさん、ゲトを叩きのめしたところよ。そっちこそこんなところでどうしたの。俺は友人を誘拐から助け出してきたところだ。相変わらずお友達監督不行き届きね。こいつ。いけない、地獄地獄。世界を救え、行けたら行くけど嫌な予感、回収できない伏線は回収しないでやり過ごしてしまえばいい。超えろ常識、超えろ炎上、超絶戦士サプライザー。超えろ常識、超えろ炎上、超絶戦士サプライザー。